このゲームの前、DJ の西川さんが両クラブの選手たちをコールしたんですが、久しぶりのお客さんの前でのプレーです。成瀬とのマッチアップ、デサバと3人に囲まれますが、出して松田力、この位置にいます。藤田のシュート、また吉田裕が左、右成瀬という形に戻っています。シミッチ間で受けて前を向く阿部、金崎ムーシュートだ。まあイメージは反転から早い、一歩が早いですよね。はい、でサバトから松田、浮き球を使うブルーノメンデスだ、ランゲラック。いやこれ松田選手のピンポイントクロスですよね。はい、まあ、これメンデス選手コースよく、ここですね、もうここしかないっていうところをピンポイントで合わせましたね。そうですね、まあ、ランガク選手よくセーブしました。これ、はい、マテアウスの左足インスイング、ゴールキーパーの前、決まった。先制したのは名古屋です。前半今シーズン初めてセレッソから得点を奪ったのは名古屋。今のシーンです。マテウス選手のこのニアの、ねボール非常に良かったですよね。これシミッチ選手ですかね、マテイオニッチのオンゴールか。この競り合い、まあ、セレッソのショートカウンターを回避するようなそんなポジション取りからのプレーでしたもんね。はい、吉田豊、中阿部が呼んでいますが、金崎ムーダと、まあ、今まで繋いでいた、大事にしてたところを、まあ、豊川選手の速さを使う、簡単に使うということですね。なるほど。さあ豊川はどんなプレーを見せるのか、そして名古屋はどう攻略していくか。豊川がよく競り合いましたもんね。はい、清武、面白いプレーだ。松田のグランダー、デザインされたプレーを使ってきました。いや非常に練習されたトリックプレーですよね。はい、清武選手のボールも優しかったですね。そうですね、さすがの米本のプレーを見せています。上がりを待って阿部から相馬、中2枚引っ掛けたデサバとルーカス・ミネイロ、外した稲垣、そして阿部が来た、シュートだー。素晴らしい弾丸が突き刺さりました。少しねここ相馬選手ずる取ったんですが、ちょっとミスを稲垣選手がフォローして、ここからですよね、この膝から下の振りで、このボールスピード、多分キム・ジンソン選手のちょっと予測ができてなかったですね、この速さに。大間も走り込んでくる、坂本とのマッチアップ、クロスを上げる、木本のクリア、ミドルシュート、キム・ジンヒョンキャッチ、抑えの効いたいいシュートでしたね。その後丸橋倒れていますが大丈夫でしょうか。木本、松田陸、グラウンダーのボール、いや最後豊川か、あれをヘディングで言いましたか。2人が来る間を通しますが、いい対応、成瀬、そしていいボールが出た、相馬が行く、中金崎ムー、相馬仕掛けてパスを選択した、シャビエルの左足、ゴールキーパーキム・ジンヒョン。いやカウンター、綺麗なカウンターでしたね。そうですね、低い弾道、ヘッドでフリックヘッド、ルーカス・ミネイロか。ロングボール、徳田が競ろうとしている、競り勝った、片山もいる、前を向いて柿谷、いやいいクロス、折り返した、徳田の右足か。ここでホイッスルです。阿部の強烈なミドルもありました。
名古屋無敗のセレッソから勝ち点3を奪っています。